サブチャンネルご覧いただきありがとうございます。こんがりパン、シーフードクラムチャウダー、ね、美味しそうですよね。なんかね、インスタント、まあ、これもインスタントになるのかな、あんまりね、食べてるとなんか微妙な感じになってきてるんですよ。まあこの撮影ぐらいしか食べないですけどね、ちょっと頻度が最近上がっているので、ちょっとこういう優しい系、あ、熱湯1分なんだ、これ早いですね。はい、10秒入れて10秒かき混ぜて1分待つと。はい、では作ってきます。あ、そうだった。はい、できましたよ。いや、1分いいですね、短くて。はい、おお、いいですね。置いといて、湯気がいいですね。いただきます。おお、うまいですね。あー、うまい。あー、温まる、熱々がいいですね。あー、いいですね。パン中がね、まだ乾いてて、あー、クラムチャウダー、やっぱり貝の出汁とか最高ですよね。美味しい。喉が熱い、あったかいのが取れるとね、いいですね。やっぱり冬場汁物ですね。うまい。なんかね、ここら辺ぐらいしかないから量はちょっと控えめなんですね。うん、なんとなくヘルシーな感じが。あ、野菜も入ってるんだ、シャキシャキ。あ、落ち着きますね、やっぱりね。うん、なんかネットフリックスのミートイーターってやつ、新しいやつ、あれいいっすね。なんかハンティングの後それを料理してね、食べて、あれも危険ですね普通に見てると。なんかサワラの刺身とかね、羊のカレーに、羊の肉のカレーとか、まあ食べてる時にそういうの見るのはいいですね。なんか食欲が湧くという。あ、うまっ。うまい。うまかった。こんがりパン、シーフードクラムチャウダー。ちょっと小腹がね、満たされるみたいな感じでいいんじゃないでしょうか。美味しかったです。これ見てる人いるんですよね、最後まで。ご視聴すごいありがとうございます。